皆さんこんにちは。シティーズスカイライン、今日も続きをやっていきたいと思います。現在ご覧いただいているのは、旅客空港の様子ですね。手前の方には遊園地ですね。で、奥の方に高層ビルが立っている、エリアが、あるという感じでしょうかね。で、飛行機の方ですが、最近そんなに飛んできてないように思うんですけども、今2機駐機場の方に止まってますね。なかなか飛び立たないですね。観光客が宇宙エレベーターからですね、かなりたくさん来てるようなので、こちらの空港はあまり使われてないのかもしれないなという感じで今見てるんですけどね。で、街の様子は、全体を見渡すとこのような感じですね。で、今日はですね、こちらの、残った土地ですね、こちらの方の土地の開発を進めていこうかなと思います。で、この土地の利用方法なんですが、どんな感じにしようかなとずっと、悩んでいたんですけども、基本的にはですね、こちら側ですね、この辺りまでは、商業地区をですね、ちょっと伸ばしてこようかなと。で、この辺りを商業地区、住宅地区ですね、住宅地区にして、その間にオフィス区画を、取るような感じかなというふうに思っております。で、こちらの方に少し旅客駅ですね、旅客駅を一つ作ったりとか、あとモノレールが、あるので、そのモノレールをちょっとこっちの方にも走らせたいなと、この辺で止まってたと思うんで、こういうふうにモノレールの駅をちょっとつなげてあげようかなとかっていうのもちょっと思っております。はい、そしたらですね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、そしたらですね、あれからですね、かなりの時間を進めました。で、ちょっと画面が様変わりしているのがよくわかると思うんですが、もうですね、建物も立ち並びまして、もう街がですね、ほぼ完成したという感じですね。
ちょっと街の様子をご覧いただきましょうかね。はい、まあ、前回まで、こちらの方さら地でしたが、まあ、当初ですね考えてたような形でちょっと開発を進めております。まず中央に旅客駅ですね、こちら、まあ、この部分の、まあ、中心になる駅を一つ作りまして、こちらの駅はですね、こちらのフェリー乗り場ですね、こちらの方の路線を伸ばしてきてる感じですね。それとこちらの方は、こっちの方にあるターミナル駅ですね、こちらの方につながってる、うん、そういう状況ですね。それとあとモノレールですね、モノレールの駅を一つ、まあ、二つ、まあ、三つと作りまして、こちらの方のフェリー乗り場のあたりですね、まあ、ここに宇宙エレベーターあるんですが、こちらの方からずっと旅客を、まあ、運んでくるような感じでしょうかね。はい、で、まあ、こちらの方にまた戻ってくると、あるいはもうこちらの方にも抜けれるような路線にもなってますので、まあ、非常にアクセスが良くなったんじゃないかなと思います。はい、で、ですね、まあ、これでですね、この町の、まあ、全ての土地が埋まったということにしようかなと。まあまあ、まだ埋まってないとこも実際はあるんですが、まあまあ、もうこれで、一旦この町の、町づくりは終了しようかなと思っております。街の様子ですね、この画面ではちょっと街の様子わからないんですけども、ちょっと、まあ、街の様子をちょっとご覧いただきましょうかね。はい、でちょっと街の、まあ、成績ではないですけど、まあ、どんな感じで、今街が動いているかというのを最後に、まあ、見ていきましょうかね、せっかく。で町の方では今大きな問題はですね特に起こってないです。一応物資の方も全て、供給されてまして、商品不足も起こってないですし、特に従業員が不足してますよということもないですね。まあ、ところどころですねちょっと問題になってるところはありますが、まあ、これはちょっともう単発のところなので、まあ、多めに見ていただければなと思います。で、結果的に、今人口がですね302,467人ということで、まだですね人口の方は伸びていっている状況ではあります。まあ、でもですね、まあ、当初言ってた目標人数30万人ですね、こちらの方は達成できたので、まあまあ良かったかなと思っております。そうしましたらですね、ちょっとこちらの町の、まあ、通信簿ではないですけど、これ、情報ビューというのがありまして、この町がどういう今動きをしているかっていうのが全部見れるんですね。でまあ、電力需要とかもあるんですけども、まあ、この辺はそうですねそんなに問題にはならないですけど、まあ、電力も全て行き渡ってますよね、もちろん。で犯罪率もまあまあ、犯罪はそんなに起こってないですね。ちょっとね火事が起こってますけど、まあ、火事は時期消えるのでまあいいでしょう。で人口の分布、これがねちょっと私あんまり良くないんですけど、子供がねちょっと少ないかなというふうには思ってますね。子供が 7%、 10代 13%、 青年 21% で大人がまあ 30% ということですね。で高齢者が 29%、 まあまあ一応出生率の方が死亡率より死亡人数より勝ってるんで、一応人口増の方には向かってるという感じで見てますけどね。まあ、この町も実はもう、178年ですか、経ってるんで、まあ、いろんなこう
人口のサイクルはもう一通り、行っている状況かとは思います。やっぱり高齢者社会ですよね、まあ、その辺にもぶち当たってですね、人口が減ったりする状況もありましたので、まあ、その辺を対策をですね、まあ、講じながら事件も進めてきました。まあ、結果的に人口は増えていったということでいいんじゃないかと思います。あとはまあ娯楽施設とかこの辺はよくわからないですね。まあこの辺はいいでしょう。で、交通についても、バスがね、今回使ってないんで、まあ渋滞は少ないんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ路面電車とモノレールがメインで、あとはまあ旅客列車と地下鉄。で、フェリー乗り場がちょっとあったりとか、飛行機ですね。その辺は使ってますね。あと、タクシー乗り場はいくつか作りましたので、はい。あと、まあ、交通のルート。まあ、この辺はまあいいか。で、風もいい。天然資源もいいですね。ラジオもいい。公園整備もいい。まあ、この水産業とかは、ちょっと今回、まあ、途中でね、少しやったんですが、まあ、ちょっと断念しまして、次回以降にちょっとやろうかなと思います。で、水の供給、下水の処理。まあまあ、なんとか、いけてるかなと。で、健康度も、まあ、医療の充実とかもかなりいい。ちょっと医療施設作りすぎてんのかなっていう感じ、あるぐらいいいですね。で、平均、健康度も、まあ、92% ということで、まあまあ、それなりにいいかなと。で、次に市民の幸福度。これがね、いまいちでしたね。まあ、住居区画幸福度はかなり高いんですけど、商業とオフィスが あまり良くないですね。で、産業がなぜかいいんですけど、やっぱりね、商業とオフィスがもう少し幸福度を上げたかったなというのはちょっとありますかね。まあ、住居はね、非常に良かったです。それと、あと、まあ、この辺はレベルとかがちょっとあるのかな。まあ、これは建物のレベルだと思います。まあ、高層化するとだんだんレベルは上がっていくんじゃないかと思うんで、はい。まあ、それなりのレベルには達してるんじゃないですかね。あとは、ま、交通量も、一応ね、渋滞はさほどないと考えていいかなと思っておりますけどね。はい。まあ、渋滞によって商品、物流が滞ると、商品不足とか、あと、まあ、その他、いろんな問題が出てくるので、まあ、その辺は、解決しながらですね、ゲーム進めてきましたので、まあ、それなりに車の流れはあるんじゃないかと思っております。それと、ゴミですね。ゴミも、まあ、それなりにいいかもしれないですけどね。まあ、この集積使用率 39% なんで、結構たくさんあるんじゃないかなと思います。はい。で、標高、まあ、この辺はいいかな。観光、あ、これですね。都市の魅力度も、まあ、90% ということで、まあ、それなりに魅力ある都市に、が完成したんじゃないかなと思いますけどね。これね、多分魅力度って、施設系の建物をどんどん建てると上がっていくんだと思います。まあ、それなりにたくさん建てたので、まあまあ、それで上がっていってるんじゃないかと思いますね。で、産業エリア。まあ、この辺もいいかな。で、火災。これがね、最後の方で非常に困っていたことがあって、もう火事がね、すごい多いですね。で、途中からね、非常にこう、緑をたくさん、植えて、まあ、木をたくさん植えてたんで、まあ、それがね、出火するっていう火災がかなり多かったんで、まあ、次回やるときはその辺は少し改善をしたいなと思うんです。まあ、危険度はね、非常に低いんですけど、ちょっとね、なんででしょうね。よくわかんないですけど。あとはまあ教育関係ですね。小学校、高校、大学と。この辺もね、ちょっと大学、3つ大学あるんですけど、大学の充足度っていうのが赤なんですよね。だからもっと増やせということなんですかね、これ。まあ、高校とかは実はちょっと抑えめで作ったんですよね。要は産業エリアの働く人たちが小学校、まあ、卒業とか、あるいは、なんだ。
まあ教育を受けてない人が、求人として求められたりとかしてたんで、まあ、この辺はバランスを見ながら調整してましたけどね。まあ、その結果として大学に通う人がちょっと少なかったんでしょうね。これ赤いなっていうんで、ちょっとこの辺が少しね、だから産業をあんまり作らないで輸入に全て頼ってしまえば、非常にこう頭のいい人ばっかりでこの社会が回り出すんで、まあそれはそれで良かったのかもしれませんけどね。まあ今回は結構バランスよく配置してましたので、まあちょっと、まあ、学校に通ってない求人もたくさんありましたので、まあちょっと、うまくいってないところもあったのかな。はい、あと地価については、まあ結構高いところがやっぱ多いですかね。でね、これ緑の濃いところは結構ね、木を植えてるところが多いんですよね。だから木を植えると地価が上がるんじゃないかなという、そういう感じですね。で、あとは、外部との接続ですけど、まあ、輸入がやっぱ多いですね。だから、工場が、まあ、少なかったんだろうと思います。今回。産業エリアが少なかったので、輸入に頼らざるを得ない状況になってるんじゃないかと思います。で、それに対して輸出の方は、郵便物っていうのがよくわからないですよね。郵便物輸出してんのかっていう感じですけどね。だからこれを産業ばっかりの、町にすると、多分輸出がどんどん増えていくんだろうと思うんですね。まあそれはそれでこう町の都市が潤ってくるので、まあ産業都市としての機能が果たせるんじゃないかと思うんですけどね。まあその場合は多分ね、教育をだいぶ抑えめにしないといけなかったりとか、まあその辺がちょっと逆に難しかったりするのかなと思いますけどね。はい。で、道路整備、まあこの辺はちょっとあれかな。で、汚染、まあ汚染もやっぱり工場を作ると汚染、垂れ流すんで、あと騒音ですよね。騒音もやっぱり、大きな道路の近くと、あと交通量が多いところはもうこういう風に真っ赤になりますので、まあ、できるだけそこにないところに、住宅エリアを、まあ、作るようにはしたんですが、少しね、やっぱり駅とかモノレールの駅とかはやっぱり騒音出るんで、まあ、ちょっとね、その周りは、商業エリアとか、まあ、最後の方はオフィスエリアによくしてたんですけど、まあ、ちょっとその辺りで調整していくっていうのが、まあ、コツなのかなと思いますね。まあ、暖房は関係ないか。はい。ツアーとかもね、今回何もやってないんで、はい。まあ、そんな感じですね。はい。というところが、まあ、今回の、まあ、成績というかですね、はい。そういう感じでしょうかね。はい。で、まあ、今回は、誰でもですね、簡単に、まあ、楽しく、年を作ると。いうふうな、目的というか、コンセプトですね。コンセプトでやってきました。で、まあ、今回はラウンドアバウトをたくさん作ってですね、渋滞を少しでも緩和できないかということでやってきましたが、まあ、それなりに成果はあったんじゃないかなと思います。で、コツとしては、やっぱりこう、店に行く、店というのはその商業エリアにある店、まあ、工場に行く店、まあ、そこに向かう道路と、駅とか、あとフェリー乗り場、空港、まあ、この辺に向かう道路をある程度分けて考えていくっていうのがまあいいのかなと。で、まあそれは高架道と、地面に行く道路を作って、まあ、その辺でこう立体的に考えるようなルートですね。それを作っていくのが、まあ、渋滞の緩和につながっていくというふうには思いますね。まあ、空港とか、あとそのフェリー乗り場、あと貨物駅ですね。もうここの周りは必ず渋滞しますんで、もう絶対にその直接工場とかに行き来する交差点とかは作らない方がいいですね。
これはもう間違いないですね。はい、というところでしょうかね。はい、まあ、かなり長い時間にわたってやってきたんですけども、今日でですね、一旦最終回というふうにしたいと思います。で、まあ、またですね、この年を育てていくかどうかはちょっと今後の、まあ、何かですね、まあ、私がちょっと作り直したいなとかっていうことを思えばまたやってみようかなとも思うんですが、まあ一旦これでお別れしたいと考えております。はい、まあ長きにわたってですね、まあ年作りやってきましたが、まあ、あのご覧いただいた方に本当感謝したいと思います。はい、そしたらですね、また次の年でお会いしましょう。さよなら。